はい、健康生活チャンネルの三原貴弘です。今回はですね、運動時の脂肪燃焼を約3割も上げてくれる飲み物についてお伝えしたいと思います。で、あなたは運動するようにしているでしょうか？今回は運動している方の中でも脂肪を落としたいという目的もある方にとって必見の内容になりますね。で、これは研究の結果から分かったことなんですが、これを飲むだけで運動中の脂肪燃焼が約3割も上がったという飲み物が見つかったんですね。で、飲み物を飲むだけ、それもどこでも手に入ってとても安いものですので、効果がよく分からないのにね、その高い脂肪燃焼サプリメントとかありますよね。あるいはプロテインをね、頑張って飲んでいる方もいらっしゃると思うんですが、それよりもかなり効果的で安い、コストがいいものなんですね。ですので、運動している方も、または運動していないけれども痩せたいという方もぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしますので、いつもご覧いただいているのに、チャンネル登録まだの方は、ぜひ今回は登録の方もよろしくお願いします。ということで、運動時の脂肪燃焼を約3割上げる飲み物についてお伝えしたいと思います。で、もし今ですね、運動する習慣がないという方は、必ず運動の習慣は作ってください。で、運動はね、やっていない方が結構多いんですけども、これは人間にとって必須のものなんですね。で、人はですね、朝起きて、日中は体を動かして、夜は休むという自然のリズムに乗れていないと健康を維持することができませんので、そしてその美容的にもね、そのダイエット的にもマイナスなんですよ。で、今多いのがね、その室内でしかもデスクワークがね多い今の状況ではですね、人間の健康的な習慣からかなりかけ離れた状況となってしまっているんですね。外でするお仕事の方ってその今かなり減ってきてますよね。で、運動していないとですね、寿命だけではなくて健康寿命が短くなってしまって病気になるリスクがあることが分かっています。運動することでストレスが軽減したりだとか、精神的な安定をもたらすという作用もあるんですね。で、またダイエットをしたい方であれば、筋トレをすることで24時間脂肪燃焼が続くという効果も分かっていますし、綺麗になりたい方であればね、運動することでね、代謝が上がりますし、そして体が引き締まりますので若返ったりすることもできるんですよ。ですので、痩せたい方も、健康になりたい方も、綺麗になりたい方も、運動というのは必須のものなんですね。で、またですね、ダイエット目的ではないんだけど、その運動してるって方でもですね、脂肪はですね、やっぱりある程度落としておいた方が健康的にはいいんですよ。まあ、さすがにね、その脂肪がなくて筋肉がね、もう細いようなガリガリの状態の方であればね、それ以上脂肪を落とす必要はないかもしれませんが、脂肪はですね、増えるほど体は炎症が起きやすくなってしまってですね、アレルギー症状が活発になったりだとか、あるいは痛みが強くなってしまうんですよね。で、またあるいはインスリンという血糖値を下げるホルモンの効果が出にくくなってしまいますので、血糖値は上がりやすくなってしまって、そして内臓が疲労しやすくなってしまいますので、ほとんどの方は脂肪を落とすことが必要なんですね。そこで重要となるのが今回のですね、運動時の脂肪燃焼の効率をアップできる今回の研究結果なんですね。で、これはですね、スペインのグラナダ大学からの研究報告になります。で、この研究では有酸素運動を行う30分前にカフェインを摂取することで脂肪燃焼の速度が大幅に増加するかもしれないということについて調べられたんですね。そうなんですよ。その飲み物というのがカフェインを含む飲み物なんですね。で、カフェインといえばまずはコーヒーがあると思いますが、コーヒーであればですね、カップ1杯の濃いコーヒーぐらいの、カフェイン量になります。で、この研究ではですね、合計15人の平均年齢32歳の男性に対して7日間間隔で4回の段階的な運動テストを行いました。で、参加した被験者は朝8時とそして午後の5時ですね、それぞれ体重 1kg に対して 3mg のカフェインを摂取して、運動中の脂肪燃焼を測るために脂肪の酸化量を計算したんですね。そしてまたカフェインの効果を比較するためにプラセボ群も作っています。で、プラセボというのはですね、カフェインを取らずにですね、これがね、そのカフェインの錠剤だよみたいに渡して、でも実際そのカフェイン入っていなくてですね、それを取った人はこれがカフェインが入っているのか入っていないのかわからないようにする。まあ、その比較のためにね、カフェイン取っている人と取っていない人をね、作るためにこのプラセボ群っていうのも作っているんですね。そしてまたですね、脂肪の酸化率が最大になる運動強度を算出しています。つまり、どのくらいの運動強度、負担をかけた運動で脂肪燃焼が最大になるかを調べたんですね。で、その結果ですね、カフェインを摂取することで脂肪燃焼する効率がですね、平均で
朝の運動時には 10.7% 増加して、そして午後の運動ではなんと 29% も、上がったことが分かったんですね。ですから、午後の運動であればですね、約3割も脂肪燃焼の効率が上がったということが分かったんです。でこれね、その朝だと約 10% の増加ですから、まあ、朝だとちょっと微妙かなというふうに思いますが、午後だったらね 30% も脂肪燃焼効率がありますので、これはすごい結果ですよね。まあ、ですので、例えばですね、私であれば、私は週1、2回バレーに行きますので、その前にですね、コーヒーを飲んでいくことで、その脂肪燃焼効果を高めることができますよね。バレーとかスポーツも有酸素運動ですからね。で、あるいはですね、自宅でそのヨガとかストレッチをする習慣がある方でもですね、これらは有酸素運動ですから、脂肪燃焼効果を上げることができます。で、あとはですね、通勤で歩いたり、自転車だったりとか、体を動かす通勤方法の方でもですね、通勤の30分前に濃いコーヒーを飲んでもらうことで脂肪燃焼効果を大幅に上げることができますよね。で、あとですね、午後にその普通にね、運動する方とか、ジムに行かれる方とか、あるいはですね、あのジョギングする方とかね、そういった方もやっぱりその運動の30分前に取ってもらうことで脂肪をどんどん燃やすことができるんです。ですので、ぜひあなたのですね、生活に有酸素運動をする習慣を作っていただいて、そして今回のカフェインの脂肪燃焼効果を取り入れてみてください。で、有酸素運動は健康的にもね、これはもうめちゃくちゃ必要なものですので、すればするほどね、健康寿命というのは伸びていきますので、やっぱり有酸素運動はちゃんとした方がいいですね。で、またですね、カフェインを多く含むコーヒーはですね、他にはメリットがたくさんある飲み物で、私の他の動画でですね、コーヒーのメリット9選と反対にですね、デメリット9選もお伝えしていますので、ぜひこの動画の後でね、下の説明欄のリンクからコーヒーのメリット、デメリットの方もご覧になってみてください。で、カフェインはですね、脳を覚醒させて、運動のパフォーマンスを上げて、そして糖質の吸収を穏やかにして、脂肪も燃焼してくれるという、すごい効果のある飲み物なんですよね。で、上手に使うことで、あなたの毎日をグレードアップしてくれますので、ぜひ使ってみてください。もし私の整体院とか、サポート付きのファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページにリンクありますので、そちらからホームページをご覧ください。で、次回以降もこのような健康美容、ダイエットに役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ今回はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また今回のブログの方も書いてますので、まあ、文章で読みたい方はね、そちらの方も下の説明欄からご覧になってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。